2社目の時の業務委託のエンジニアの人たちは、俺その時給料手取りで25万ぐらいだったんだけど、なんか70万もらってるみたいな話あったけどな。特定もできないし時効だと思うから俺は言うけど、その時のそのチーム長の人と仲良くなったら、そのチーム長の人が教えてくれた、その外注の人の給料。前英語でオーバーウォッチのハードル分かってる。いや、なわけないっしょ。ハードル低いでしょ。むしろ、オーバーウォッチは。逆にガンエボのおかげでハードルが下がってるまである。前々から俺ずっと不思議なんだけど、俺これ本当にね、10年来の不思議なんだけど、昔からやっぱりあるんだよ。昔の国産無料 FPS にも2が出るかもみたいな話って結構あると思うんだけど、1が面白かったゲームが2も面白いはあるんだけど、1の人気が高い状態で2が出るってまだいいと思うんだけど、落ちた後に2が出てもさ、俺それで流行ってるのマジで見たことないんだよな。まあでも、オーバーウォッチ2は結構スキル自体も変わってるし、まああれかなと思うけど、なんか、だったらもう、いわゆるオーバーウォッチ2と言われる、ブリザード社が手掛ける別タイトルの方が俺はまだ流行る要素あると思うけどな。まあでもそういう2出ないかなっていう人たちがたくさんいるってことは、俺が多分おかしいんやろうな。でも唯一、レインボーシックスシージみたいにインフレが天井叩いてオワコン化したタイトルは2が出ても流行るかも。まあそれは、ちょっと俺、レインボーシックスシージやったことないけど、やったことないっていうか、そのやり込んだことないけど、やったことはあるから、ちょっとわかるかも。それはそうかも。要するに、リセット的な意味で2ってことだよね。モンハンのライズ面白かったけど、サンブレイク出たら面白いっていうのと多分一緒だと思う。まあちょっと違うか。ちょっとモンハンは違うか。まあでも近い感じだな気はする。感覚的には近い気するな。本質的には違うかもしんないけど。いや、バロラントはこれからだね。バロラントはまだシージとかの域まで行ってないとは思う。けど、まあそもそものゲームのシステム自体が比べるべきものではないのかもしれない。ゲーム性というかその勝ち方というか試合の運び方自体が、シージって拡張性がすごいじゃん。FPS の5対5の爆破の概念を割とぶっ壊した俺は画期的なゲームだと思うのね。すごいゲームだと思う。壁を壊して射線を増やすとかさ。まあ、簡単に言ったらマップを自分で作れるわけじゃん。作れるっていうか変えていけるわけじゃん。あれは他にないゲームだと思う。いや、俺 APEX はすごくうまくやってると思うよ。みんなが言ってるほど俺はオワコン化してないと思ってるから、 APEX のことは本当に。十分大成功してると思うし、調整的なところで言うと俺は全く悪くないと思う。キャラのメタ的なところで言ったら、やっぱ地域ごとに使い分けられるキャラも違うし、ノラだとランクでも割と好きなキャラ使っても成り立つし、競技的に見てもいろんな選択肢があるから、すごく成功してると思うけど、APEX は運が悪かっただけだと思う。運が悪かっただけっていうのだとバトロワだな。時期が悪かった。いや、時期は良かったんだけど、最終的に悪くなった。それで言ったら、バロラントが今は昔のエイペックスと同じ立ち位置だと思うよ。どのゲームもそうってことはねえけど、大体、そのゲームが面白いかどうかより、今、ある選択肢の中で、選ばれるか選ばれないかだと思うんだよな。俺もよく言うじゃん。エイペックス普段やんないけどさ、別にエイペックスが嫌いなわけじゃなくて、エイペックスよりやりたいゲームがあるかないかだから、相対的に、まあ、相対的に言ったら面白くないのかもしれないけど、タイトル自体の評価で言ったら面白くないわけじゃないんだよね。別にゲームに限らずそうじゃんね。ダーツとかビリヤードとかボーリングとかでもいいんだけど、いろいろ条件があるじゃん、ものによって。例えば人集めないとできないとか、一人でやってるのは面白いんだけど、お金がかかるからできないとか、なんか、いろんな要素があるじゃん。その中で何が選ばれるかなんだよな。だから今ガンエボみんながやったりしてんのとかも半々だと思うしね。結局時期なんだよな。オーバーウォッチが流行って、オーバーウォッチが流行った後にバトロワが流行ってたんだけど、今度バローが流行るみたいなムーブ、そのゴーゴーの爆破みたいなのが流行るフェーズに来てて、でそこでもう一回今オーバーウォッチ的なゲームが出たらどうなるかってとこだと思う。で今はみんな懐かしさとかもあってやってるし、ただ懐かしさだけじゃここまでいろんな人やらないと思うから、実際に面白いタイトルなんだけど、その実際の面白さプラス話題性とか希少性、今そのオーバーウォッチ的なのが、まあ、マッチングも待たずに結構新鮮味も持っててやれてるっていうところで今プレイされてるけど、これがまあ2ヶ月3ヶ月経った時にどうなるかなっていうところだと思うけどね。だからそういう意味ではオーバーウォッチ2はかなり不運な立ち位置にはいる。俺はね、あんまり今一番何が面白いとか考えないからな。全部おもろいからな。モンハンもおもろいし、ガンエボも今一番その旬どころで言ったらどっちも面白いけど、どっちの方が面白いって言われても、まあどっちもおもろいからな。あんまり順序はつけたことないかもしれない。他の要素の方が強いんだよな。やりやすさとか、そのゲームがどうだからこのゲームをやるとかじゃなくて。3つぐらい選択肢ある中で、今だったらどれするかなって言った時に、まあ、例えば時間ないからこれやるかとか、今日はまだ配信始めたばっかりで8時間はやれるから最初の4時間はこっちやってこっちやろうかなとか、そういう決め方なんだよな。
こっちの方が面白いからこっちやろっていうのはまああんまりないな。俺がPUBGやんなくなった理由って、もうどこの野良サバ回してもマッチングしなくなって、マッチングさせようとしたら中国のゴールド隊でもバカみたいに強い。もう本当この野良サーバーにいる59人全員プロかよみたいなうまさしてて、全く歯が立たなくなったっていうのが俺PUBGやんなくなった理由なんだけど、それってさ、PUBGが面白くなくなったからやめたわけじゃないんだよね。まあ、時々勝てて、時々変な負け方して、普通にやれるんだったら、多分まだ今でも触ってるんだよな。要は自分の周りのレベルで遊べてるかどうかなんだよな。自分と同じレベルで試合をできるかできないか。面白くなくなってやめたゲームってほぼない。ゲームをプレイすることに楽しさを見出せなくなったっていうのは、さっき言ってたみたいな要素で楽しくなくなったっていうのはあるけど、ゲーム自体が面白くないっていうのは、まあ、そうそうない。ゲームって人口が大事だね。人口が大事というか、人口に不便を感じるか感じないかっていうのは大事かな。だからバトロワって結構敷居が高いんだよな。60人100人必要だからな。この点モンハンとかだったら4人ぐらいしかいらないしな。必要人数が少ないっていうのも大事な要素やな。超将棋とか最強だよ。まあ、超将棋とか最強なんだけど、人数的に振ったら、二人世界中にプレイヤーがいたらマッチングするわけなんだけど、まあそのせいで、カニの喧嘩とかいう、始めたての俺が世界2位のランカーとマッチする悲しいゲームもありました。多分あれ全世界の人口5人ぐらいしかいないだろ。俺が6人目だった。マジなんであの右手かなんかにロケット持ってカニが回転しながらこっちに攻撃してくる技、今でも覚えてるわ。鮮明に覚えてる。最初の方はなんかカニが変な武器持って腕くねくねさせてピシピシやってんのになかなか当たんねえケラケラケラみたいな戦いだったのに、急になんか近代兵器みたいな動きするカニが相手に来た時、皆さんだったらどう思いますか？悲しいですよね。それで言ったらね、チームフォートレス TF2、 あのゲームなんか僕が中学生ぐらいの時からありますけど、今でも同説14万人ぐらいいますよ。あれも多分時期の賜物ですよ。多分 TF2 まだ結構同説いるんじゃねえかな。ちょっと調べてみよう。割と Steam って最高同説を調べるのは簡単なんですよね。CSGO 現在71万9000人、ドタ266万4000人、PUBG 21万8000人、Apex Legends 20万人。あれ PUBG の方が同説多い。まあでもオリジン分があるからな。俺も未だにオリジンでやってるしな。Apex。Team Fortress 2、本日のピーク10万9000人。これいつ出たんだろうな。リリース日2007年10月10日。マジ15年ぐらい経ってる。でもやっぱりそう考えると、毎日のように同時接続100万超えが当たり前だった PUBG って一体何だったんだろうな。信じらんねえよ、今でも。なんであんなにゲームしてたんだ、あのゲーム。そう、買うのも一苦労だったんだよな、Steam って。ウェブマネー最初使えなかったよな。あと日本にそれで V プリカが出た時、V プリカちょっと一瞬流行ったよな。プリペイドのクレジットカードみたいなやつ。当時あれマジありがたかったわ。子供ってやっぱりクレジットカード使えないし、親にゲーム買うからクレジットカード貸してとか言ってもな、あれだったから、コンビニで現金で必要な分だけのクレジットカードのあれを買えるってすごいでかかったんだよな。めちゃめちゃ使ってたわ。あ、でもスカイプだいぶ使いやすくなってたよ。俺仕事でスカイプちょっと使ってたけど、もう10年前ですら結構使いやすくなってた。今しかもスカイプあれでしょ？普通にあの、敷地とかあって音入りっぱなしじゃねえからな。すげえよ。俺たちが知ってるスカイプ、雑音生活の何でもござれのとんでもないサービスだったけど、今昔のスカイプはもうないんやで。普通に親が食器洗ってる音とかめちゃめちゃ聞こえてたじゃん。人によっては普通にトイレの音とか入ってたからな。俺だから会社の人とかとなんかその音声通話ソフトを使って話すのマジ苦手だったわ。ゲーマーじゃないとさ、そのマイクの雑音云々に関して頓着なさすぎるんだよな。その点ゲーマーってすごいんだよ。やっぱりアプリをインストールした瞬間から一番最初に見る項目が指定デバイスの設定と自分の敷地の設定なんだよな。まずテストからなんだよね。でも普通の人たちは言われてもやんないからな、そういうの。まあそれはしょうがないんだけど。しょうがないし、まあ別にそこまで気にするようなことでもないんだけどさ。雑音が入ったからって何かに支障出るわけじゃねえし、そんなに大きな。あの、ノートパソコンのデフォルトでついてるマイク、まああれで喋ってる人とかもクソムカつくもん、あの、キーボードのタイプ音とかもろ入ってんだよな。低い音で。あの、カチャカチャですらないんだよな。振動の低い音が入ってるんだよな。喋ってる時よりタイプしてる時の方が音でかいからな。普通に俺、一番最初の会社に入った時は、まあ結構俺紹介的な感じで入ったけど、俺、社会人としてのスキル、皆無の状態で入ったからな。でも俺、他の一般的な会社は知らないけど、ゲーム会社はね、まあ確かにインターン来てもやることないんだけど、
その会社を見るっていう意味ではふざけるな。やっていいと思うこともあるけどな。ゲーム会社ってマジで、その会社によっても違うし、マジ部署によってもマジで空気違う。仕事を覚えるとか、なんかそういう意識高い系の目的じゃなくて、なんか内見行くみたいな感じ。家の。結局働き始めたら家より過ごすことになるしな。寝てる時間を除けば。ゲーム会社はね、別にそんなに給料良くないと思う。普通に、その、俺みたいに何のスキルもない状態で入ったら。2社目の時の業務委託のエンジニアの人たちは、俺その時給料手取りで25万ぐらいだったんだけど、なんか70万もらってるみたいな話あったけどな。まあ、これはもう完全に特定もできないし時効だと思うから俺は言うけど、その時のそのチーム長の人と仲良くなったら、そのチーム長の人が教えてくれた、その外注の人の給料。おい、誰でも言うなよ。何々さん給料いくらもらってんだぞ。のやつ。よくないんだよな、やっぱ。誰にも言うなよって話って、誰にも言うなよって言った相手が誰にも言うなよって言って、どんどん進んでから結局広まるんだよね。なぜ人は学ばないのだろうか、あれに。まあ言いたいんだろうな。俺って口軽い方だったと思うんだけど、20代半ばぐらいからマジで口硬くなった気する、自分が。なんでなんやろな。本当に言ったら終わる話をよく聞くからかな。でもたまにやっぱり脳裏をよぎるけどな、その、俺が完全に知ってるけど言うなよって言われてた話について、全然別の場でその話になったりした時に、黙っておける男になった自分にやっぱり感動してる。俺知ってんだけど何々だよって言いたくなる気持ちはね、やっぱあるんだよな。まあ内容によるけどね。あ、これは本当に言っちゃダメなやつだな、しらーってこともあるんだけど、最近俺時と場合によっては、俺誰にも言わないでほしいんだけどさ、みたいな話が始まると、もうわざと聞かないっていう選択肢を取るのが、俺一番正解なんじゃないかなって思ってる。いや、実際そうすること結構ある。知ると言いたくなっちゃう気持ちってやっぱ少なからずあるからな。やっぱ知らないのが一番いいんだよな。まあそう、結局メンタルだと、メンタルは結構俺大事だと思うよ。病は気からの精神論も俺はかなりあると思ってるもん、実際に。だって俺水泳とか習ってたり学校行ってた頃は、もう学校行きたくねえ、学校行きたくねえって思ってたら、やっぱり体調ちょっと悪いなってなんか急に思うようになって、うわ、本当に体調悪い、ああ、マジ具合悪いって思って熱とか出してたけど、やっぱ配信やってて熱出てもやる、普通にやるしなって思って配信やり始めた途端熱も出なくなったし風邪もひかなくなったしな。今日だってそうだよ、俺。3時ぐらいに寝て5時半に起きたから全然寝れてなくて、起きた時、コールオブデューティーだと思って、うわ、眠てーって思ってたけど、普通にやってたら元気になったしな。今全然眠たくねえもん。死ぬよ。まあ、でもやっぱそのまま死ぬのが一番幸せなんだよね。あ、体調悪い、体調悪い。あ、死にそう。あ、死ぬかも。あ、死んだより、すげえ元気な気がする。うわ、楽しい。コテって方がやっぱりいいんだよな。そしたら葬式でも話できるじゃん。それで俺は釈迦になったんだよね。またあのガムトークの再来が、レイジの時のね、名前の由来が増える増える。話やなー言うてね、締めるわけです。あの時の話のどうにかせんといかんっていう話で俺河川になったんですよねって、俺河川さんの話めっちゃ好き。